はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファー、フォトグラファーのドゥです。本日はこちらの商品、アクスンシモの、レビューをしていきたいと思います。この商品何かっていうと、こういったね、ミラーレスカメラとかにつないで使うことで、こういった iPhone だったり、iPad だったりをモニターの代わりに使えてしまうっていうアイテムになってます。しかも、モニターとして使うだけじゃなくて、収録ができるんですよね。iPhone の中に、映像としてね収録することができます。で、ただ収録できるのは 4K とかはできなくって 1080p までですね、フル HD で、フレームレートも 60fps までにはなるんですけども、収録ができてしまうっていうすごく便利なアイテムになってます。で、この箱の中ね、もう出しちゃってるんですけども、入っているのは、説明書で、これはね日本語対応はしてなかったです。説明書とこれが本体ですね。それとこの本体と、カメラをつなぐための、シューアダプターですねがあって、でケーブルが2本入ってます。1つはこれ、Type-C になっていて、iPad とつなげるようですね。と iPhone とつなげるためのタイプ C とライトニングのケーブルのが入っております。で、これだけだとカメラと接続ができなくって、実際は、接続するためには HDMI のケーブルが必要になります。で、これはね別売りになるので、自分でね用意しておく必要があると。で、あとはバッテリーが、別売りで必要なので、NP の F バッテリーですねを、購入する必要があります。こういうのをね、このバッテリーとかは互換バッテリーね、もうたくさん売ってるので Amazon とかで安く買えるようになってます。で、これを早速ねつないでいきたいなと思います。というわけで、ちょっとアップにしますね。はい。で、これが本体になってます。で、この後ろにね、バッテリーを付けられるようになってます。で、このバッテリーも、簡単にね外れなくなってて、ここに爪があって、この爪押し込んで取るという形になってます。なので、これがポンと外れちゃって収録止まるっていうようなことがないようにちゃんと考えられてるなと思いました。思いましたって思いました。で、この底に、4分の1ネジ穴がついてて、このシューアダプターつけて使うことになるんですけども、ここにもね、見えると思うんですが、穴が真ん中と横にあって、これがあるおかげでね、このしっかりギュッと締めたらもうびくともしない、横にねくるっと動いたりしないので、すごく安定してね、撮影することができます。で、これでこのカメラのシューマウントに接続する。で、ギュッとね、ここにレバーがついてて、このレバーで締めることができるんですよね。なんで、すごく簡単にね、カチッと止めれるので、カチッとは止まんないです、すごく簡単にしっかり止められるので、これもね、いいポイントかなと思います。で、ここに HDMI の端子ケーブルを、カメラからシーモも挿しますと。よいしょ。で、このね、HDMI の端子の上に Type-C の、端子あるんですけども、これはね、電源のアウトになってます。なんで、マイク、電源が必要なマイクとかを、あとは照明ですね、ちっちゃい照明とかを使いたいときには、ここから電源引っ張ってくるってことも可能になってます。で、この後ろに、後ろっていうか反対側にある、Type-C の穴、これが、カメラと iPhone だったり iPad の接続用の、ケーブルを挿す場所になってますので、ここに挿しまして、で、このホルダーの上部引っ張ると。で、これもすごく考えられてるなと思うんですけど、
ここに iPhone ね、まあ、パチッと置くと自然とねこれが降りてきてくれるんですよ、爪が。なのでよいしょ、こういった形で、iPhone をiPhone を刺します。そうするともうこれでギュッと閉まってくれると。でライトニングケーブルを刺します。よっっていう感じですね。で、iPhone の方にはアプリを入れてあります。で、アプリの方はこの説明書にね QR コードがあるので、そこからねダウンロード簡単にできるようになっています。で、アプリの使い方としてもすごく、シンプルで、まあこうやって電源入れました、あ、電源入れましたじゃないや、アプリを入れました。で、全部ケーブルつないだ状態で、この横の電源ボタンを押してあげると、そうするとまあここにね緑の光がついて、でしかも下にバッテリー残量がどのくらいあるかっていうのが分かるね、ランプもついてるのですごくねいいかなと思います。でこれを接続すると、まあ CMO とね通信しようとしていますっていうのが出てくるので、もうこれで許可を押してあげるだけですね。そうすると、こういう感じでアプリが立ち上がるので、カメラの電源を入れるともうそれで、カメラとつながってくれるという形になってます。今ちょっといろいろついちゃって、はい、というわけでね、こういう感じで、iPhone と、カメラを接続して、モニター側に使うことができると。まあこれね、あの別にカメラのここに上にくっつける必要があるわけではないので、こういう感じで、モニター外して使うことももちろんできます。なので、こっちにつければ自撮り用でね使うこともできますし、カメラだけ外して、すごく上から撮ってみたいとか下から撮ってみたいっていうのをねモニターで確認するってこともできるので、使い方としてはねすごくいろいろね使えるんじゃないかなと思います。よいしょ。で、私みたいな、YouTuber、カメラのねガジェット系 YouTuber だと、カメラの設定を、表示したままね画面収録できるっていうのがやっぱりすごく便利なんですよね。はい、で今ね、これが通常の、収録ですね。特に設定とかカメラ設定とかが出てない状態です。でこれをね、設定ありに次変えたいと思います。こういった感じでシャッタースピードが50分の1とか、こういう感じでね表示されるようになりますと。こういう状態でねやっぱり撮影をしたいんですよね。で、このCMOが 25,999円で売ってるんですよね。で私が使ってた、Ninja5 とかだと、まあ、10万円ぐらいしたので、それを考えるとねやっぱりね破格の値段かなと思います。でさらにまあNinja5 とかはね 4K が撮れたり、プロレスローが撮れたりとかね、やっぱりまあ値段なりの機能はちゃんとあるんですけども、まあこういうね簡単なレビューを撮りたい時だったりすると、やっぱりこのまあ気軽さですよね。 iPhone はスマホはねやっぱり常に持ち歩いてるので、さらにそれで撮影ができちゃうっていうのは本当に、使い勝手もいいかなと思います。で iPhone 外せばまあ、このサイズ感で持ち歩きができるので、ね、このちっちゃいバッテリーでいけばもう本当にこれで持ち運びができるっていうのはすごくねやっぱり、便利なんじゃないかなと思ってます。で実際ねまだレビュー系で使ったわけではないんですけども、これからねどんどん、まだね試したいカメラとかもいっぱいあるので、そちらのレビューをね撮っていきたいなと思ってます。はい、というわけでね、本日はこちらアクスーンのCMOのレビューをさせていただきました。この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。それではありがとうございました。さよなら。バイバイ。